にちは、松田です。今日なんですけども、今日は悪い業者とかいい業者とかいると思うんですよ。はい、それについてちょっと詳しく喋っていこうかと思います。今僕は商売を始めて8年目になるんですけども、その中で様々な業者さんと出会ってきたんですけども、本当にね、これほんまにいい業者と悪い業者がほんまにあるんですよ。そこもし商売始める人、ラーメン屋でも飲食店でも始める人、本当にここだけは気をつけた方がいいと思います。はい、まずね、悪い業者っていうのは、まあ、どういったのが悪い業者か、まあ、僕にとってはなんですけど、人それぞれそれが違うとは思うんですよ。いい業者と悪い業者って、それについてちょっとどういうことが、僕が8年間で7年ちょっとか、今もうちょっとで8年になるんですけども、あったかっていうのを喋っていきたいと思います。ですね、まず今でもなんですけども、まあよく電話がかかってくるんですよ、店に。それはですね、どういった内容かっていうのが、ですね、まあ簡単に言うと、まず最初オープンしてすぐの頃はなんか普通に電話してきて、もしもし取材なんですけどもって言うんですよ、大体始まりが。で、蓋開けてみたら、お金がかかるホームページ作ったり、そういう話が多くて、今でも時々来ますね。で、それでですね、一回試しにオープンして本当1年2年ぐらいの時ですよ、それを試しにちょっと一回呼んでみようと思って、あ、じゃあちょっと興味があるんで来てくださいみたいなこと言って試しに呼んだら、もう強制的にもうゴリゴリに40万かかるんですけど、これはやった方がいいです、ホームページは作った方がいいです。僕からすれば必要なかったんですよ。本当ホームページを、いる方はそれで良かったんだと思うんですけども、まあ気をつけた方がいいですね。なんかいろんな手段があるんですよ。2年契約で刺すとか、本当電話で電話でしてくる業者っていうのはもう全て断った方がいいと思います。本当に必要なやつって電話じゃなくて会いに来て直接すると思うんで、まあ、今で言ったらインスタとかフェイスブックからもちょこちょこなんかよくわからんメッセージ来ますね、まあ、ほとんど無視ですね。今ほんまに昔よりは少なくなったんですけど、今でもマジで電話かかってきますからね。もういろんな電話、まあ、あと米をタダで送るとかもあるんですけど、まあ、それはタダで送るって言われたら、まあ、僕はもらわないんですけども、もらったとかめんどくさいんで、これ取ってくださいって結局言うんで、めんどくさいんで、まあ、そういう電話もかかってきますね。まあ、それはでもタダでもらえるって思う人はもらえばいいと思います。はい、まあ、まあでも数えきれんぐらいある、もう毎日のように。あと、あのファックスとかでなんかお金借りれますみたいな、融資受けれますみたいな、もう怪しいファックスとかも送られてきますし、ほんま自分が例えばなんですけど、たまに本気で取材とかの電話もかかってくるんで、で本当にちゃんとしたのも電話かかってくる時あるんで、例えば中国新聞なら中国新聞社なんですけども取材させてくださいとかもあるんで、そういうのもあるってことも覚えておいてほしいです。ちゃんとしたのもあるんでね。でもほぼほぼ悪いで、普通に営業の電話とか、どこどこの醤油屋ですけども醤油使ってみる気にならないですか、でそういうのはもし全然、自分がもし使ってみたいなら言ってから持ってきてもらったりしてやればいいと思うんですよ。とにかく本当にちゃんとしてるとこは会いに来るんですよ。会いに来るのが普通なんで、あとは無視でいいと思います。で、あとですね、あと厨房機器とか、本当ね、まあ大きい会社だったら星崎、大和冷気とかありますけど、これも気をつけた方がいい。基本的に星崎は高い。まあ俺星崎使っとるんですけど、まあ星崎のこと別に悪く言うつもりはないんですけども、高い。とにかく全部の相見積もりを取って、どこが一番安くしてくれるんか、ほんまねマジで変わるんで、みんなもうお金は高く取っちゃろうと思ってるんで、なるべく定価でぐらいで来るんで、でまあそこはね全然ぶち安くなるもんなんで、そういうもん定価なんか合ってないもんなんで、まあそこは絶対相見積もり取ったり、警戒にして信じん方がいいですね。これは本音なんです。でも星崎とか大和冷気っていうのは物もしっかりしとるし、アフターサービスも確かにしっかりしとるんですよ。アフターフォローとかしっかりしてくれるし、僕が言ったらやってくれるんで、そこは助かってますし、まあ今ね星崎さんと付き合っとっていいなって思ってます。まあでも人はほんまに今、担当者の人はめっちゃいい人なんで、まあほんまにいいです。はい、まあ、車で言ったら星崎がトヨタみたいな感じですかね。はい、今、まあ、そんな感じです。見積もり、これ業者気をつけた方がいいのが、特に最初、開店当初オープンする方とか気をつけた方がいいのが、
最初の見積もりがあるでしょ、電気工事でも。最初に例えば40万って言われて、だったらどん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 次会うたびにどん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 見積もりが高くなっていく会社があるじゃないですか。会社とかそういう人がおるじゃないですか。それほんまにそういう人はやめた方がいい。最初からこのぐらいかかると、60万を結局40万にしとるっていう見積もりなるって最終的に言うならそれはいいんですけども、最終的に見たら最初40万で持ってきて最後に60万になってる、こういう人はやめた方がいいです。ほんまにね、いい業者と悪い業者っておるんですよ。基本的に悪い業者っていうのは、まあ、今付き合ってる業者の人は悪いとは、まあほんまにね、要はウィンウィンの関係じゃないといけないと思うんですよね。これは向こうもいい、こっちもいいじゃないと商売なんで、あくまでも商売なんでね。こっちはお金出しとんですから、別にそう思ってないけど、お金出しとんときは客のってそんな全然思ってないですよ僕は。ありがとうございますって常に思いますけども、こういう風にしてくださいとか、僕は例えばネギでもこういうネギがいいんでこういうネギを持ってきてくださいとか、そういうのは言ってもいいと思うんですよ。僕で言ったらホタテとかってすごい変わるんで、ホタテはこれじゃないと嫌だって言ってるんですよ。まあ、エビもこれじゃないと嫌だとか、まあ、例えばサンマの出汁とかだったら僕色まで指定するんで、このぐらいの色じゃないとこういう味になるけ、そういうのは言っていいと思うんですよ。こっちが使うんでね、なんですか、そういうことを言ったらはぁ、めんどくさみたいな。基本的に本気でやってない人が多いんですよ。対社長で、そうやね、喋る時と、従業員が噛む時も、それはもちろんあるじゃないですか、僕みたいな個人経営の会社なら。よく聞くっすもん。例えば、成功してる社長でも最初、いや、ぶち取られたよとか。まあ、僕も結構取られたんですよ。ほんまに。マジで取られたけん。でも、ほんまにいい業者ってあるっすよね。特に俺で言ったら、鳥徳商店。鳥徳商店には頭が下がる。肉屋の。あそこまで親身になってくれる肉屋もおらんと思うし、でもね、あんまりね、もうパッピッとピンとくるんですよ。まあ例えばなんですけど、僕肉屋とか 4軒書いてるんですよね。あ、間違えた、3軒目か今。そのマジで一番最初のお肉屋さんとかやばかったですから、1ヶ月に1回値上がりしよったですから、多分ピンときたのは大体間違ってないんで、まあ、向こうも商売なんで、確かに。でもこっちも商売でやるんで、でもジャケってお前お客さんじゃない、お客さんどっていう上から見せて言ったことは僕は一度もないです。僕25歳で始めたんで、ほんまにね、足元よう見られましたよ。マジでめっちゃお金取られてます。まあ今日はそんな感じで、まあ、言葉不足のとこもあるかもしれないですけども、まあ僕がした経験を喋らせてもらいました。はい、そんな感じでありがとうございました。皆さん、悪徳業者には気をつけてください。ただいい業者の方もいっぱい本当にいるので、そっちの方に目を光らして、皆さんいい業者さんとだけお付き合いしていきましょう。今ね、僕とお付き合いしてくださっている会社の皆さん、本当ありがとうございます。いつも感謝しております。すいません、悪いこと言ってたらすいません。悪い風に言ったつもりはないんですけども、すいません、ほんまいつもありがとうございます。これからもラーメンと向き合って頑張っていこうと思います。ありがとうございました。失礼します。Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. いや、ほんまにね、俺思うよ。ラーメン屋の大将って変態多いじゃん。あいつら多分、全員営業中に一個立てながら営業しとるだい。思わん。お前どう思う？いや、そうなんだよ。多分ね、マジで変態多いけど。はい、今日のラーメンあるある。今日のラーメンあるある。ラーメン屋の大将は、マジで、変態が多い。全員、チッコ立てながら営業してます。以上。バイバイ。